皆さんおはようございます。今日の朝ごはんです。ズッキーニのフリッター、今日は少しもう少しうまく焼けました。今日はここに、彼の友達か同僚の方が作った手作りのマンゴーチャットニーを添えてみました。少しピリ辛です。甘辛カスピカヨーグルトと手作りのプロテインボールとフルーツです。最近、ハマっているんですが、このプルーンですね。私ちっちゃい頃レーズンとかプルーンとか、あとアメリカで初めて食べたデーツ、こういう系が苦手だったんですけど、最近久しぶりに、プルーンが便秘にいいっていうことで買ってみたら驚くほど効いて、ちょっと前に紹介したサイリウムハスクもものすごい便秘に効いたんですけど、それに加えてこのプルーンがなんかダブルでめちゃくちゃ効くんですよ。なんかもう気持ちいいぐらいスルンと出ます。こんな感じですね。本当にこのお食事中の方申し訳ないんですけど、朝ごはん食べてる途中で催すみたいな、もうほんと気持ちよく出ます。もしこうプルーンって便秘に効くってすごい有名ですけど、苦手だっていう方がいたら、でも便秘に悩んでるっていう方がいましたら、ぜひ無理してでも食べてほしいなっていうぐらいめちゃくちゃよく効きます。ではいただきます。はい、今日のランチです。ほうれん草とオクラと、これ、なんかオムレツかスクランブルエッグ作ろうと思ったんですけど、ぐっちゃぐちゃになっちゃいました。トマトとズッキーニとコーンの卵炒めみたいな感じかな。シソも入れてます。ぐっちゃぐちゃ。鰹節が欲しい欲しいって言ってだいぶ経ってますよね。鰹節買いに行くにも電車かバス乗って行かないとダメなんで、それでなかなか買えずにいるんですが、そろそろ鰹節欲しいですね。いただきます。今日の夜ご飯は残っていたズッキーニ
とリコッタチーズのフリッターとサラダ、マンゴーチャットニー、こっちは、彼の分です。こっちが私の分です。今日はそんなに寒くなかったからか、ちょっとビールが飲みたくなったので、このウェスタンオーストラリアンのブルーワリーの、これどこのやつ、あ、ゲージローズブルーウィングっていうところのスリーピングジャイアント IPA っていうやつを飲もうと思います。いただきます。